ね、普通にさゴロゴロしてたらさこんなことなってたんでさ、そう今日はもうね終わる時間がもともと早くて、これ帰ってから行けるかと思って、だから帰ってからしてみた。なんか最近めっちゃ太ってる気がする、やばいんだよね、なんかでこうしたらさここまでが顔に見えるよね、影の影響で小さくしたいやんにさ、こうやって聞いたらさほらここまでに見える顔がね、見えない？ほらここまでに見えるかない顔、いいじゃん、めっちゃ見えるんだけど、ここまでに見えるくない、この影のおかげで。ちょっとこの影をいい感じにぼかしたら多分いけるはず。いいね、こんなさ、そうシェーディングってやつなんですけど、なんかねもうやだ太っちゃったかな、 そんなに。でもさ俺今さっきよりちょっとなんか太ってないか見える、なんか本当にやばかった、びっくりしたもん今さっきさ、このさ鏡じゃない顔面で自分の顔見てさ太った、シェーディングねえびっくりしちゃう。まあどこに出かけることもなくいいんだけど、めっちゃ線残ってたし、え戻った、えこれさなんかマッサージでこんなグリグリしてさ、今がマッサージするわ、まず耳の裏、ここの裏を押すらしい。えてかさ私朝さマッサージ配信しよっかなマッサージ配信、そうリンパをこうやって流すらしい、こう耳の裏朝さ、私さそれだったら別に苦じゃないんだけど、自分も苦じゃなくない、ここめっちゃほぐしてこんなんしてでもさそんぐらいしないとさ、なんかみんなが楽しみにしてくれるんだと思って、モチベもできるし、ちょっと1ヶ月間しよっか、朝にするのがいいらしくて、やっぱこういうのって、え朝やろうかな、な私頑張って起きて、朝起きて速攻で、ま、アンディスルは配信これで、じゃあ今私やってるのは、でもお風呂上がりとかの方がいいんだよ本当は、お風呂上がりあの血行がいいから。見てくださいロッキティです、第2弾ロッキティ、ほら第2弾ロッキティです。誰が誰か分かる、みんな第2弾ロッキティ、これを着て今日はリハしました。どれで分かんないのかな、みんな、なんかリンカとかは分かるじゃん、なんかとか特徴的だからね、髪がないし前髪が、うんうん、すごいよねこんなん作っちゃうなんて。まずじゃあここからこここれをこうやって、背中は何もない、これ何もないです、背中はほら何もないし、ないでしょ、はいこれグリグリして、じゃあ1分ぐらいするか、グリグリは分ぐらいグリグリしちゃって、ちょっと
系でさ、みんな同じ目、そんなこと言わないの。あの1分ぐらい、ちょっと待って、私あれさ、テロップでね、ノーって言ったら時間もかかる。いきます、待って。で、あと19秒ぐらいしたらね、始まる新しい分が。あ、来た。これをまずここのあの耳の裏をこうやってグリグリって。じゃあ50分だったら誰か教えて。50分だったら、ここをこの耳の裏をここねをぐるぐりぐり。なんか今日顔がまあリハが立ってたしね。なんかグリ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 、私こっちの方がね、なんかね、あれに見える。あ、あと9秒。あと9秒頑張ってみ、あ、なりました。え、なんか全然なくなくない？大丈夫？みんなと同時、私がさ、みんな早めにやってんだから、実際。よっしゃ。で、その後に、ちょっと充電しよう。タイマーで鳴らせるように。もう小顔マッサージやってるんだからし、今日から。なんか角度が、こうすればいいか。こうやってって、あ、これで小さくなったかな顔。でこんぐらいだったら私顔細く見える。こんな感じちょっと顔がねやってブッチョなんですよ私って。食べたら全部顔に出るタイプで。そうだね、高校生始まるし、頑張ろうみんなで。で、そしたらこうグッて噛んでください。ふんふんって噛んで、ふんって噛んで、ここのボコってするところがある。このグッて噛んで、なんか奥歯を噛むような感じで、奥歯噛んで、そこの時に出るさ、なんかちょっと もっこりしてるさ、なんかさ、あれじゃん、なんていうんだ、なんかもぐもぐ系、なんかわかんないけど、なんか硬くなったところをここをね、ひたすらほぐします。ここうん、なんかここら辺のほぐすといいらしい。なんかうんってしたらなんか出るのがあって、ここをねめっちゃグリグリって。で、私ねこのマッサージね、私が好きな美容系の YouTuber さんがねめっちゃやってたんだけど、何気に効果ある気がしてる。なんかこことかこの耳の裏が痛いと凝ってるっていうか、なんか凝ってる、なんかそう良くないらしい。でもなんかマッサージってすればする、まあ限度があるからすればするほどいいものだと思ってるから。なんかお母さんが、なんかお母さんこう言われたら恥ずかしいだろうけど、あの言ってるんですよ、整体、なんか整体に行ってて、顔なんか小顔、え、小さくなった、やばー、小さくなった、めっちゃほら小さくなったくない、やばいやばい、もっと頑張ろう。
そう、なんか顔の整体に行ってて、なんかめっちゃゴリゴリゴリってされて、なんかめっちゃ痛いらしくて、結構お金するんだって。やっぱりお試しでも普通に1万2万ぐらいするらしくて、でもなんかママが言うには結構やっぱ効果あるみたいな、高いだけあって、あとお母さんが行くときは、お母さんが行ったとき、もう女の子たちが、若い子たちがすっごく並んでるらしくて、そう、だから腕がいいらしい、なんか骨をボキボキって。顔小さかったわ。はあ、効果絶大。そうかね、ほっぺからライン来た、返したい。いうさ、多分さ、公演前にさやるといいよね、多分。マッサージちょっと調べるわ、今から。なんかいいやつ、顔を小さくしたい。本当はね、痩せたいんだよ、私も頑張って。痩せたい、なんか私ってなんかダイエットしたいって言うと、よくしなくていいよみたいな、どこがみたいな言われるけど、違うんよと思って。私ね、見えるところ、見えないところがすごく、見えるところは結構細い目なんで、足とか腕とか顔以外で。けど、まあ、高校生になったし、4月になったし、別にちょっと腹筋鍛えたりさしたいじゃん。もしかしたらさ、再来月のさ、再来月じゃない、あさってのさ公演でさ、腹出しさ来るかもしれんよ。はあ、顔では、いや、なんかなんか戻った、肌の小ささ、なんか元に戻ったんですけど、はんにゃ。やっぱさ、だってさ、腹筋さある子たちみたいさ、おおみたいな、なんだっけ、小顔マッサージ、どれがいいのかな。でも私、足結構むくんでるらしくて、私の足って。そう、なんか足めっちゃむくんでますねって言われて、いや、むくんでるとか思わないから、むくんでるとか思わないからさ、めっちゃ普通に、
とどれそう足むくんでますって、むくんでるからマッサージとか水分ちゃんと取った方がいいよって整体の方に言われて、そうなんですかってねなるじゃん。それちょっと待って、小顔マッサージっていうのかな、これは何をすればいいのか。こういうのはねビフォーアフォーが書いてあるとかね信用できる。うん、顔痩せか、速攻。あとねこういうのコメント欄とかね見たら、私ほんとね全然ねあのめっちゃ最初になんか、あ、じゃあ水は全然ほんと飲まないから、そうだからまずここをここの骨のところをこうやってやるらしいです。そう、水分を取った方がいいですって言われて、次はフェイスライン、なんかそうこうやってやるらしい。フェイスラインも凝るんだってよ、こうやって。そう、私でも水分不足が普通ですね、つるのよめっちゃ。あのからなんかあれ水分不足で、そう理想は2リットルで、まあ 1.5、 1リットルは多分飲まないといけないんだけど、耳の下のくぼみここだ。そうなんかあうこれあわを言うといいらしい。あう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 、はい、またはあごもみ。ちょっと顔はさきあれキモいから絶対ループしたって思ってんじゃないみんなこれさ、なんかちょっと今ねあの人の YouTube 見ながらやってるから、 YouTube 見ながらねやってるから、あのループじゃないよ、ちゃんとやってます。私が頑張ってこれここラストフェイスラインだって、こうやってやるらしいね。モチベ続かないんだけど、なんかさ、どうしたらこうやってモチベがさ続くもんなのか私わかんないんだよね。
モチベは続けば多分いけるんだけど、上に押し上げる、押し上げる、上に押し上げる、押し上げる、みんなも真似してる、これちゃんと押し上げる。でもさ、あの毎日配信ね、本当に配信中にすればいいんだけど、朝さやって、ショールームでするならさいいかな、ショールームで毎朝する。でもさ、それでさ、目の、あの、こう、目に見えてさ、効果見えなかったらさ、悲しくない？目に見えて効果が何もなくて え？藤子こ それやっても意味ないと思うんだけど、みたいな。え、小さくなったかな？でもね、こっちはちょっとシュッとしてると思うんだよね。ほらほら、さよさひどい、私。で、こっちは、なんでさ、こっちだけさ、なっちゃうんだろう。だってそう、ほら、こっちだけシュッとしたら、こっち顔の左右差、二重幅も違うんだよね、こっちとこっちで。なんかこっちだけシュッとして、こっちだけシュッとしてる。くそー、私はどうすればいい？みんな助けて。シェーディング、シェーディング。でもリンカがこの前ね、カッサしたらね、めっちゃ顔細くなったって言ってた。カッサしたら顔がシュッてしたみたいな。後でもう一回聞こう。モチベになんないよね、私。悩み、自分のモチベがない、そういう続けることに対して。なんか、あ、これしたら多分あのね、痩せて、あのこういうマッサージとかね、顔が、ま、今に体が痩せて、あの亀子さんとかの写り相当良くなるんだろうなって思うんだけど、でもなんかって思っちゃうんだよね。なんかでは、なんかダイエットする気ないとかそういうことを言う人って、なんか本当は痩せなくていいって思ってるみたいな。本当に思ってたら、あのなんだろう、本当に思ってたらなんか別絶対にできるはずだからみたいな、誰かが言ってて、なんか結構言うんですよ、これ。韓国のアイドルさんって、そう、 K-POP のアイドルさんってね、美意識が強いから。私も頑張ろう。痩せないと死にますとか言われたらやると思う。でもさ、死ぬないじゃんって思っちゃうんだよね。なんか、そうそうそう、痩せたらこうなるよとか言われてます。何、それは例えばその生活さ、痩せたら、痩せないともう死にますとかさ、そんなさ、まあ、ちょっと不謹慎だね、死にますとか。なんか、なんだろう、そういうこと言われても現実見ないじゃん。なんか痩せたらこれするよ、ご褒美とかあったらいいんだけどな。モチベ、自分やっぱモチベってご褒美で成り立つもん。でもさ、1週間に1回さ、そんなさ、モチベ高まるさようなやつ作ってさ、私さ大丈夫って思っちゃう、いつも。だってさ、そのさ1週間でさ、私全部そのなんか1週間に1回なんか1週間に1回なんか食べる日みたいな作るのもいいけど、私いいけどさ、私的には
それしたらそのなんか多分それがゆえにたくさん食べちゃって1週間がパワーになる気がして、1週間の努力がパワーになる気がして、なんかもったいなくねって思っちゃう。そのやせたらどうしよう、なんかさ決めよう味、ちょっと宣戦布告、今日からじゃあ明日の朝もう寝るわ、配信するわ私。なんかさどうしたらいいんだろう、なんかちょっと厳しく言う人もいてほしいわ。あの「藤子今日お菓子ばっか食べてるじゃん」みたいなとか、メールとかで、あのメールとかで私が「ロールケーキの」みたいにさ「ロールケーキ食べたよ」とか言ったらさ「藤子ダイエットしてるんじゃないの?」みたいな「ダイエットしてるんじゃないの?」みたいな辛口メール返信、今日の藤子全然巻いてないから痩せた方がいいよひどいやつ。今日の藤子全然巻いてないから本当に痩せた方がいいと思うよみたいな、なんかお菓子やめたい、お菓子やめたいな、どうしたらまず夜にさ夜ご飯をさ食べるのをさやめた方がいいと思うんだよね。夜ご飯なんか私、いや別に夜食べるのはいいことなんだけど、夜食べすぎるの、あと夜ご飯の後にあの普通に私お菓子とか食べちゃうからアイスとかね、それをやめた方がいい。てかアイス買わなければいいこの家。なんか私のさあの ずだから夜ご飯を食べた後に、あ何時まで毎日体重になって写真を持つと結構それは公開処刑かも、恥ずかしい。だって別にみんなに見られることはいいんだよ、多分みんなはさ女の子の体重がどんなものかがさ分かんないじゃん。私の身長だったらどのくらいが普通でどのくらいが痩せてて、私は藤子は多分この162センチだから、あ体重でこの見た目だから体重何キロだろうなとか。じゃあさちょっとさめっちゃ変なこと言うからさ、あの送ってみて私の予想体重結構あれなのかな、ダメなのかな、これこういうの。そうあんま知らないじゃんみんなは、だからいいけど、そう女の子のファンとか先輩とかにいや見られると、先輩とか見るとあーみたいななっちゃうじゃんね。あそれがさあれじゃない、これをしたらカフェに行って行きますよとか、162センチだよ私。そう先輩とかさ見られてさ、ああ藤子って意外とみたいななったら嫌じゃん。だって私みんなが言うほど普通に痩せてはないからさ、ごめんけど。どんくらいと思われてるのかな。でも分からないからこそめっちゃ変なこと言ってきそう
お腹空いて怖いで動けませんでした、確かに公演前は食べていいことにしない、消費するから。え、アビスパ先生だって。先生って何？ママから LINE 来た、アビスパ先生だって。え、答え合わせ、私 今の体重知らないけどさ、多分相当さやばいと思う、あの測ってないから。公演前ではダメ、そうですよね、そうですよね、わかります。先生だって、てんめいだだ。いや、じゃあちょっとさ、みんなさ、ちょっとさ、あのできる人はさ、ちょっとさ、あの厳しめでいこう、今度から。私今度から私のこと厳しめでいこう。あ、今日の補助校とか、まあ、ただ単に細いっていうのがいいっていうのは違うとは私も思うけど、なんか本当に、じゃあ私もうなんか私のこの頑張りに水を差すようなことしてきた人はもう非表示にするからあのみんなが甘やかすとどん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 ダメになっちゃうから、もう美味しいご飯の写真とか載っけられたらもうブロックブロックしちゃう。公園でも初めましてみたいなノリでするから。なんか限度によるじゃん、厳しい。もう藤子こ最近お菓子ばっか食べてるよみたいな。あ、チャーハンバーのとこはいいよ別にチャーハンバーは全然いい。ショールームの腹筋はね、顔がキモそう。え、結構やばくない？だってこうやってさ、二重顎とかめちゃ、あ、こうすればいいのか自分の顔面見えたらこうやって。え、なんかさ、あれしてみようかな今から。ちょっと待って、これを、いや、これベッドの上なんだよね正直。これでこうやってやるやつ、これしながら話す？そう、あのあれだから分かりにくいわ、ちょっと。はい、いきます。くっ、これ腹筋にいいらしい。これをしながら喋る、なんかこれをツイストっていうのかな、いいらしい。これがなんか、足が疲れる、これ。やめよう。でもね、筋トレしようって思わないんだよね私。でも一時期めっちゃストイックな時期あったんだけどな、なんなら入る前だったんだけどねそれ。でもなんか私が前見たことあるのは、なんかその三日坊主になるのって
最初から高い設定を目標 しようとしてるからで、その例えば1日腹筋1000回とかさできるわけないじゃん。その初日はさ、初日はまあいけるじゃん、実際が。でも2日目ってなるとそのきつさを知ってるから、1000回することのからどん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 サボりたくなっちゃって、だから逆に1日10回とか絶対いけるよみたいなことをすればいいんだけど、どうしたらいいか分かんない。4月10日楽しみにしてるよ、だってマジやめて。じゃあ目標は5月9日に向けてだわ。え、明日朝ですよ、直樹やるんだって、みんな見てね。じゃあ5月 7日に向けて頑張るぜ。コンサート、あ、5月7じゃない、5月9、次のコンサート、別体重とかの問題じゃない、見た目がって感じ。でも 体重は一つの指標だから、まあ、目標にはしやすいかもね。でも水分の取り具合じゃない、まずい、あ、分かった、じゃあお水を2リットル飲みます今日から。今日からまあ お水をたくさん飲んで、どんくらい飲めたかチャットに送るわ。お水飲んだ。あと朝昼夜あのお水を、あ、じゃあボトル500のボトル1本飲み切ったら、飲み切ったっていうのを言って、チャットで言うわ、なんかメール恥ずかしい。チャットでマジで、あのそれ、あの何、お水、お水みたいな、お水飲み切った、飲み切ったよって言うわ。500だから500を4回飲まないといけない。結構無理かな。でもなんかまあ、あ、分かった、あのお水飲み切った1で、4まで来たらいいってこと。ちょっと忘れないようにしよう、私が忘れそう。明日から、じゃあ明日からするわ、明日から。お茶にするわ、お茶。なんかまとめて取ると、まとめて500ブクって飲むと逆にそれがむくみの原因になるから、多分今回の、え、なんかさあるのよ、なんか何時までに ここまで飲めばいいっていう指標があって、それを頑張ればいい。なんかそうそう、あの飲んで何時までにこの分飲む、何時までこれ飲むみたいなあって、それを買いたいのよね。なんかお水飲むタイミングとしては、まあ普通に喉乾いた時だけど、朝起きてからご飯食べ、食事前、食事やと、お風呂前、お風呂後は絶対コップ一杯を飲んだ方がいいんだって。だからあとはもう自分が1時間30分に1回飲むとか、そういうの決めて。2リットルだよね、2リットル飲めばいいもんね。でなんか運動したり、 そしたらお水飲みたくなるし、そう、頑張って2リットル目指せ2リットル、5月9日に向けて頑張ります。ちょっと垢抜け作戦高校生なるし、やってるし、だからもう私がなんか怠けたことをしてたら
マジ怒ってください。チャットね、チャット、みんなチャット、チャットで私頑張るわ。でショールームにもちょくちょく言うわ。でもさ、モチベないな結局はそうなの、モチベ問題。でもみんなが本当に厳しくしてくれたりするならいいと思うけど、なんか甘やかされるとさ、やっぱいいんだって。でもね、言われるじゃん、なんかファンの、私のファンの方は、自分のファンの方はそんな言ってくれるけど、他のファンの方にもそう思わせれるようにしてみたいな感じで、よくダンスとかね、そうダンスとかそういうの結構言われるんだけど、運動ね、どうしたらいいかな。どうしたらもんなのかね。まあいいや、と頑張ってみますわ。頑張ってみるわ。終わります。13位ミロンクラゲさん、ありがとうございます。12位シミシミさん、ありがとうございます。11位小池アパテオさん、ありがとうございます。10位カベチョウさん、ありがとうございます。9位サユニャンさん、ありがとうございます。8位レモンさん、ありがとうございます。7位ツラの魚さん、ありがとうございます。6位キャノシーさん、ありがとうございます。5位ゴーくんさん、ありがとうございます。4位赤いグリフォンさん、ありがとうございます。3位ステックさん、ありがとうございます。2位葵ちゃんさん、ありがとうございます。1位グフさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと頑張ってみますか。さよなら、グッバイ。